こんにちは、デュエルプロスタッフの笛木です。今回はですね、今度新製品でですね、発売となるアオリー級エース、これを使ってですね、実調の模様をお届けしたいと思います。大きくですね、アオリー級とですね、違う特徴はですね、固定アイ、U の字のラインアイになっております。あとはですね、全体的にですね、ボディも新形状を採用してます。動きはですね、アオリー級をさらに進化させた、ものとなっております。これはですね、実調を見ていただいて、この絵の性能を、お見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。アオリキューエース、アオリキューなんかはですね、ダート性能を最大限に、生かすシェイプというかですね、形状になってます。シャクル強さよりもですね、このシャクル間合い、テンポがですね、ものすごく大事なんで、あんまり焦って早くしゃくることはないです。こういうゆっくりなしゃくりでもですね、間隔を空けてあげれば大きくダートするんでですね、初めての方でもアオリガがきっと釣れると思いますんで。あとはですね、そのしゃくった後、こうやって糸を張った状態で少し待つ、このフォール姿勢の時にですね、アオリイカが抱かせる間というかですね、抱きつきますんで、そのダートのアクションの後、ちょっと待ってやる。それで次のダートのアクションの時が、アクションと同時にカラー合わせになってます。はい、釣れました。見えてました。小さいです。はい。やっぱりこういう小さいやつはですね、こういうストラクチャーの近くでですね、外敵に食べられないようなエリアで。うお紐出てきてるんで、アオリーキューエースの、金オレ。ベリーがピンクのタイプで狙ってみたいと思います。来た来た来た。がっつり抱いてます。はいはい。もうこれはもうダートダートダートで、一旦ね、止めて、またもう次のダートダートで、その次ちょっと長い抱かせる間を取ってですね、ガバッと抱いてきました。イエス。